久保さん、この世の中、何なんですかね。ま <laughs> か不思議なことがたくさんありますよね。まあ、あの、なんかね、そのしゃ、えっと、立てこもり事件か、医者があの殺された件なんですけど、た僕、ニュースで、YouTube のやつで見たんですけど、なんか、いきさつが、なんだっけな、あの、その、なくなっちゃったんだけども、蘇生を、なんか、治療してくれみたいな、蘇生をなんか、してくれみたいな。 で、医者に言ったら「いやもう死んでるんでできません」みたいなの言ってでなんかブチ切れてなんか銃で撃たれたらしいんですよ悲惨ですよね <laughs>、うん、まあ世の中っていうのは不条理ですよねでも無理じゃないですかだって死んじゃってもう1日ぐらい経ってんだからどうやって蘇生するのって話でどんな名医でも難しいと思うんですよね まあ多分まあ、もしかしたらその言い方が分、ね、かんない、現場にいないんで分かんないですけど、その医者の言い方が気,が気に障るような言い方だったのかもしれないですけども、百歩譲って無理なものは無理なんで、って話じゃないですか、うん。ブラックジャックでも無理ですよ。ブラックジャックでも無理にしときましょうか。 死んでる人を一日経ってね。まあ、まだしも、なんかその、まだ、PPP ピーピーピーってなってるぐらいだったら、ま、わかんないですけど、もう、ピーってなって一日経ったやつをブラックジャックやっても無理でしょう。さすがに。うん。世の中って不条理ですよ。でも、その不条理に、あ、うん、あだこだ言ってもしょうがないですよ。不条理はしょうがないと。でも逆を言うとね、日本に生まれたことだけで有利なんですよ。 ね、今の歴史に生まれただけでラッキーなんですよ。うん、昨日ね久保さんあの仏教の教えをちょっと聞いてたんですよ。仏教の教え。すげえ良かったんですけどあ仏教いいっすね。仏教の、えー、なんだメンタルそうメンタルの強い人だけが知っていることっていう仏教に、ま、学ぶ幸福論っていう。 これね、6 0万回ぐらい回してて、おすげえ回してんなと思って。で、チャンネル登録16万人この人いてますね。で、その、この仏教の教えでね、このすごい、あまあ、これ間違いないなーっていうのがあって、メンタルが強い。メンタルが強いってことはどういうことか。<laughs> 逆境に強いと。で、その時に仏教でどういう教えがあるかっていうと、この3つの教えがあって、大したことないと知っている。大したことない。続かないと知っている。 一つ一つすればいいと知っているっていう教えがあるらしいんですよ仏教に。まあ、これどういうことかっていうと大したことがない。まあ、どういうことかっていうといろんな逆境があるけども基本的にその人が不安に思う時とかな,なんで俺だけとかねふざけんなって思う時っていうのは何か比較してるわけですよ。うん。比較をね。例えば、まあ、僕はベンツが憎いんですけども <laughs> 幼少期ベンツを見るだけでなんかムカついてたんですよ。 でもそれはなんでベンツを見るとムカつくかっていうと自分の家が貧乏でずっと軽自動車だったっていうだからベンツを見るとなんか比較してムカつくんですよ金持ちがクソとでそのミニ四駆事件もあるんですけどなんで俺んちはそののを買えないんだみたいなね友達のミニ四駆新しいミニ四駆買ってるのを自慢に見せられてムカついてパクるっていうね <laughs> 比較してるんですよね自分の家は貧乏で、えー、おもちゃが買ってもらえない だけど、友達の家はおもちゃを買ってもらえる。比較する。なんでうちだけなんで俺んち貧乏なんだっていう比較をすると。うん、お金持ちを見て指を刺してふざけんなって思うのは、それは比較してるからですよね。でも、その比較対象を変えた時にどうなのかって話ですよね。例えば、100年前にね、生まれてたら、あ、じゃあひろ、久保さん、広島なんで、広島のその原発の時に生まれたら、どうですかあの、悲惨ですよ。 もうあのなんかね広島の,その核爆弾が落ちた時の構図絵っていうのが残ったりとかしてて、まあ、生き残った人が描いたのかなもうもうすごい状況っすよもうなんか火だるまになりながらみんな歩いてるみたいなねうんじゃそん時に比べたら今どうすかと「ノうノーと生きてますよね」っていう。 っっていう比較の仕方ができますよねって話でだ,だっただそれと比較したら今のことなんて、うん、大したことないよねと。うん、で続かないっていうのはじゃあそのね今の現状がねじゃあコロナがねじゃあ30年続くのかっていうとさすがに30年は続かないんじゃないかなと。ね。この状況この状況が30年続きますかとリーマンショックが今も続いてますかと。だから続かないんですよ。 まあもちろん長い続長い区間もありますよ。だけど続かないっていうね。うん。それは一種あのまあ、時と場合によっては長,長引く場合もあるけれども続かないということですね。うん,うん、うん、まあ、あとは時間の経過と,とともに忘れていくってことですね。 今は怒りに満ち溢れてたとしてもその怒りに満ち溢れた原因が30年後もその,その原因で怒ってんのかっていうと多分思い出話になってるだろうしだか続かないと、うん、その怒りの感情だったりとか嫉妬妬みの感情がずっと続くのかその一瞬一瞬30年続くのか50年続くのかまあまあ続かないですねうんまああとそのいろんな問題が出てね一つ一つやればいいっていうね まあいろんな問題が起きた時にわーってなっちゃうんだけどもまあできることを一つ一つクリアすれば結局クリアできるよねっていう話ですね。ここ結構いやこれちょっと仏教いいっすねやっぱね仏教。なんかあの昔から伝わる教えっつうのはいい教えばっかっすね。てか昔の人からむかこんなにテクノロジーが進んでねこんなに時代が進んでるのにもう進む。 もう昔の人たちは生き,生き方について考えて解いてたとでもこんだけテクノロジーが進んでね文明が発達しても悩む原因は変わらないと <laughs> 何なんでしょうね <laughs> まあそのうち、まあ、仮想空間に生きるようになったらねまあ、悩みはなくなると思いますけどねまあでも仮想空間に生きても悩み僕はねあのこれは都市伝説なんですけどあの 昔ア、アダムとイブ、なんかそのエデンの園みたいなね、あって、でそのエデンの園で、あリンゴを食って、なんか果実を食って、で、なんかその、どうのこうのっていう物語があるんですよ。こ,こイエス・キリストだかな、わかんない、忘れましたけど、多分昔から仮想空間だったんだけど、まあ、最終的に文明が発達してね、みんな仮想空間に行ったと。で、幸せに満ち溢れてると。で、すべてが仮想なんで、何でも作れる。 何でもバーチャルでいくらでも作れるじ。容姿も可愛い人、綺麗な人、かっこいい人。もう何でも作れる、仮想だから。ね、別に豪邸に住みたかったら豪邸を一瞬で作れる。みたいなね。まあ、その、もう本当に文明が発達して、加速ができてましたと。で、そこはもう、幸せに満ち溢れてましたと。だけど、この幸せに満ち溢れてるけれども、幸せに満ち溢れてつまらないっていうね。<laughs> つまらないっていう。 すべての物事がす一瞬で叶う何の苦労もない何の痛みもない何の苦痛もないすべて幸せ最初は良かったけどつまんなくなるっていうねつまんなくなるってそしてりんごを食べちゃうっていうねう僕はまあなんかそんな感じに解いてますけどねおそらくだから幸せっていうのは不幸せであるっていうことですね結論 不幸せは幸せである。幸せは不幸せであると。だから同居していると。でも多くの人は、その同居していることに気づいていないし、えー、なんか、片方を目指すっていう。うん。成功はしたいけど失敗はしたくないみたいなね。<laughs> YouTube で稼ぎたいけど顔は出したくないとかね。みんなそんな感じなんで。うーん。YouTube で稼ぎたいけど顔は出したくない。だけど、 街中顔出して歩いてるっていうね。<laughs> どっちやねんっていうね。<laughs> やねんっていうね。<laughs> 話ですけどね。で、リスクは取りたくない。だけど YouTube やらないっていうね。YouTube に出社した方が絶対リスクないじゃないですか。ね、久保さんもリスクほとんどないですよね。一般の人に比べると。まあ、久保さんもね、どっかスーパー行くとかなんかあるとは思いますけども、人に比べるとね、まあ、基本的な一日のルーティンがカメラに向かって喋ってるだけですから。 <laughs> ほぼリスクはないですよね、うん。だけどやんないんですよね。そうめちゃめちゃリスク、しかも YouTube ただじゃないですか。何万僕、何万本も一般公開してますけど、YouTube から請求書来ないですね。ね久保さんね。久保さん、マーャン店やってた時いろんなとこから請求書来たでしょう、ね。YouTube から請求書来ないですね。使いすぎですみたいな。ライブしすぎですみたいな。毎日ライブしすぎです,ぎですと。課金しますみたいな。 来ました来てないですよね。<laughs> 何なんでしょうね。行ってらっしゃい。